ってからですね、橋を渡って対岸の阿波市に入ってからまた橋を戻ってですね、吉野川市の川田駅に戻ってきて、そこから鉄道輪行してですね、で吉野川市内のね、牛野島という駅があるんですけどね、そこまでね輪行いたします。まだここはね川田駅でございます。猫ちゃんがいましたね。本当は自転車でねずっと行こうかなと思ったんだけど、ちょうどね列車が来たんでね乗ることにしたんですね。そしてここが牛野島という駅ですね。こっからまた自転車に乗っていきます。四国の鉄道とそして自分の自転車を利用した旅でございます。何気ないこんなね駅をね利用するのも輪行旅の魅力でございます。ここにはですね上板市町、石井町なんかが迫っていてですね、駅で降りましたと。田んぼが広がって住宅街のそんな駅周辺でございます。他のねカメラね撮ってる映像もあるんだけど、それはまた後日紹介することにして、一瞬だけね上板町に入ってですね、吉野川沿いなんですけどもね、なんかね事故処理やってましたけどね。そして、石井町の方に向かって、南の方に向かっていきます。気がついたら今僕はここにいた。綺麗な田園風景ですね。これはですね上板町とかね石井町とかね、そういうところをね電車で移動した時に撮った写真でございます。まあねこんなところを通って僕は自転車旅をやっておりましたね。気がついたら今僕はここにいた。ほんのちょっとだけですね上板町に入ってですね、そしてまた石井町の方に入っていきます。四国の徳島県ですね、吉野川の近くでございます。そして石井町ですね、鉄道が走っている方に、ね、降りた駅はそこなんですけどもね、ちょっと向こうの方に行政区の区境があったんで行ってきて、また線路のとこまで戻ってきて、向こうの方に行くと徳島市があるんですけど、あの山の向こうにもう一つね行政区があるんで、そっちの方に行きたいなと思っているんですけどね。そうなんですね、トンネルを越えるとですね神山町というところにね入っていくんですね。トンネルをくぐった時点でですね神山町でございます。もうほんのちょっとしかね自転車で通らないんですけども、すぐ曲が川の手前で曲がるとですね、神山町から徳島市の方に入っていきます。まあ、徳島市内はですね自転車旅で昔来ているんですけどね、暑いね。そして川を渡っていきます。暑いんですよ。ちょっとね自販機で飲み物買って休んでからまた移動していきます。気がついたら今僕はここにいた。気がついたら今僕はここにいた。四国の徳島県の徳島市の端っこの方ですね、神山町の方からですね、自転車で移動してきて徳島市に入って、大日寺、なんか風情がありますね。大日寺お寺のところを通っていってですね、そ
してちょっとしたね峠を越えて、ね、違う川のところに行ってちょっと遡っていくとまた違う行政区があるんですね。佐那河内村っていうのがあるんですよ。佐那河内村、ちょっとね他のカメラでね撮ってる部分がありますので、それはねまたね後日紹介しようかなと思って、ちょっと抜けている部分がありますけどもね。まあ入ったらねすぐね引き返して徳島市内の方に戻っていきましたね。時間がねちょっとね節約したかったんでね、自転車でね急いで、そして JR のね文化の森っていう名前の駅があってですね、こっからね時間が夕方余ってるのをね利用したかったわけですね。そしてですね、立ち江、立つ江と書く立ち江という駅、こっからね一区間だけ自転車に乗ってですね、小松島市からですね阿南市の方に入っていきました。ちょっとねこの辺ね暑いのとね疲労が溜まってましたね。なんかやっつけ感があるような旅になってましたけどね。立江かな、たしちょっと名前をちょっと忘れてしまいました。で葉の浦からまた輪行してですね、南町の端っこの駅まで行きます。動画の説明をいたします。ちょっと喉の調子が悪いのでちょっと咳を込みながらやってしまいますけど、ご了承くださいね。今回何回か分の動画をねまとめて紹介いたしますのでよろしくお願いします。まあ、基本的には野の地自転車全国市区町村旅、旅482から497日目、2021年の夏のね、自転車旅の様子でございます。前回の説明ではですね、西日本をちょっとぐるっと回って四国に渡ったところからまで説明がいったと思いますね。この愛知県の上島町から、今治に行って今治で泊まって朝ね鉄道に乗って西条の方まで向かっているところで説明は前回終わったと思いますね。ここからの予定データを紹介したいと思います。まずこのね今治からですね朝ね列車に乗って一回西条を通り過ぎてですね、で新居浜市の最初の駅まで行ってそこから自転車に乗って西条市の境まで行って越えて、そしてまた駅に戻って、本当は自転車でそのまま行こうかなと思ったんだけども、ちょうどね次の電車がねいいタイミングで来るということになったので、この新居浜市で降りて自転車で西条市に行って、そしてまた駅に戻ってきたらちょうどいい電車があったのでそれに乗ることにしたんですね。そして中央市に行くんだけども、この辺でねなんかね鉄道の事故が起きてしまってなんかすごい待ったんだね。電動車椅子と特急電車がぶつかったみたいなんですけどね。そんなこんなでですね、この辺どの辺かな、まあこの辺から、自転車に乗ったかもしれないね。確かねうどんなんかも食べてですね、あもしかしたらね関門地震入ってから自転車に乗ったのかもしれない。ちょっとその詳細はね、もう記憶がね、うっすらと飛んでしまっております。まあとにかくこの辺からですね、自転車に乗って、関、あ、そうだな、
うどん食べるのはまだ先で、ど忘れしちゃいましたね。お城でも有名なところですよね。その近くで降りて自転車で、とある駅まで行って列車に乗り込んで、また、水戸屋市のどっかで降りてですね、そしてうどんを食べて、瀬戸内海を見ながら自転車を進んで行って内陸の方に入っていって多度津町の一部を通ってから善通寺市に入って、そして琴平町を通って万能町を通って丸亀市を通って綾川町まで行って、そして琴電に乗って、そして琴平でまた乗り換えするときにね、道を歩くんですけどね、で、土産線に乗って丸亀、まあ、途中から土産線になると思いますが多度津で乗り換えて丸亀に行ってネットカフェへ泊まるんですね。で次の日列車に乗ってですね、まあ、ここ間飛ばしてますけども、三好市っていうのは今回の旅で三好っていう名前は2回目ですね。一つは広島県の三好市も行きましたけど、今回は四国のここはですね、徳島県なんですね、徳島県。そして、東吉見町まで列車で行って、ここでは、まあ、乗り換えただけですね。東吉見町から自転車に乗って、駅の前に吉野川が流れていて、川を渡ると、吉野市のね、飛び地になっていて、また橋をね、引き返してきて、東吉見市に戻ってきてから、剣町を通って、三輪市あたりだったかな、どこだっけな、まあいいや。ここら辺自転車でね、吉川市に行って、そして川渡ったら阿波市、また戻ってきて、駅から列車に乗って、吉野川市の一番最後の駅ぐらいで降りて自転車に乗って、川の手前のね、上板市は基本的に川の向こうなんだけども、飛び地的にですね、川の手前にもあってですね、そこを通って石井町に入って神山町に入って、そして福島市のところを通ってから佐野郷内という村に入って、そして徳島市に入って、まだ時間が余ってたので、小松市で降りて阿南町に入ったところでまた乗って、そして南町まで行って一駅区間自転車で通って麦町まで行って、そしてこの日はね、徳島市まで戻ってレッドカフェに泊まったんですね。そんな感じですね。徳島市内はね、前に1回来てるんですよね。2017年ですね、久しぶり。あ、この年は年越しで2018年になっておりますけども、この時はもう年越しが終わって2018年になってますので、まあこの時は2021年だからね、まあ3年以上経っているということですかね。3年半以上経っているということですね。そんなこんなで、この後はね、またおいおい紹介するということで、ごめんなさい。全体的なことを言うと、のの字、
カウンターというで、これまで旅した日数は497日目ですね。介護の自転車旅は台湾と韓国。日本国内都道府県は今46箇所、市区町村1512箇所行っております。今回の動画の範囲、説明の範囲は、まず愛媛から始まりましたね。愛媛県内。愛媛県内は、愛媛の、まあ、今治方面から進んできて、西条に行って、西浜、あ、新居浜市これは、ここはいらないね、新居浜、そして、四国中央市というのが愛媛県内にあるんですね。で、愛媛県内は自転車旅としては9カ所行っていると。そして香川県内ですね、今回初めて行った場所としては、ですね、この観音寺、水戸市、そして多度津町、善通寺、琴平、そして万能、そしてこのね、丸亀市で止まる、あ、通って、そして綾川町に行きましたね。全部で17箇所行っておりますね。その次に徳島県に今回行っておりまして、徳島県内で初めて行ったのは東三好町、剣町、三輪市、吉野川市、阿波市、上板町、石井町、神山町、大津、佐野郷地、小松島市、阿南市、南町、麦、全部で20箇所行っておりますね。まあ位置関係を説明すると、ちょっといつも通りのことなんですけどね、ですね、全体的な位置関係、のの字を描きながらぐるぐる旅をしております。東京都の世田谷区をスタートしてですね、ぐるぐるとつなげていっていくんですね。本当はね、このルート沿いにね、ずっと順番に行きたいところなんですけども、時間とかね、お金とかね、いろんな制限がありますからね、まあ行けるところを先に優先的に行くと、行きやすい場所から行くということで、だんだんつながっていくということになっています。でもうね、小笠原なんかも先に行っているということですね。番号順的につながっているのは今のところですね、今回の旅でつながる場所もあります。今のところ番号順にぐるぐる番号がつながっているのはですね、35周目までつながっております。で、今回の旅の始まりはですね、まあ番号順的には、35周目の一番最初のね、小松島市までつながっております。この先はですね、次回の動画で紹介するところがこの辺に組み込んできますので、その時に番号がつながります。今回の動画内のスタート地点はですね、まあ今治市あたりなんですね。今治市、愛媛県ですね。一応ね、今治市はですね39周目、その隣の西条が40周目ということになっております。
今治市西条方面から進んできて新居浜市、これはね市街なんだったそして四国中央市、そしてここから香川県に入っていくんだけれど、ここか、この間はちょっとないのかな、あ、そうだ、観音寺だ、観音寺を通ってから、水戸市に入っていったんですね。そして水戸市からこの多度津を通ってから善通寺を通って、善通寺からこの辺ね入り組んでいてですね、東万能市を一回通って。ちょっと順番があやふやなんだけど、琴平町っていうのがあるんですよ、この琴平町ね、東万の多度津も通るんだよね。順番的にどうだったっけかな、多度津を通って善福寺に入って、でそしてもしかしたらね、このタイミングで琴平に入って、そして東万のに入って、そしてあ、でもそのどこかでね善通寺も通ってますね。順番的に言うとね、観音寺があって、水戸屋があって、多度津があって、善通寺があって、そして琴平があって、万能があって、丸亀に入って、そして綾川に入ったんだな、多分。そして琴殿に乗ってですね、多度津経由で、丸亀まで行って止まったと。で次の日列車に乗ってですね、まあ琴平とかも多度津とかも通るんですけども、そこはちょっと省いてですね、そして三好市で乗り換えて東三好市で降りて、川を渡って三好市に行って引き返して東三好町に戻ってきて、この辺がまたあやふやなんだよな。鶴木町に入って、南町に行って一部吉野川市に行って戻ってきて列車に乗って、この辺がちょっとあやふやなんだよな。阿波町もね、どっかで通ってるね。阿波町も通って、でも吉野川市で一回列車に乗って、また降りて自転車に乗って、上板町を通って、石井町を通って、そしてここで神山町に入って、徳島市に入ってから佐野郷内村に入ってまた徳島に戻って、そして列車に乗って降りて小松島市に行って、そして、ね、自転車に乗って阿南町に行って、そしてまた列車に乗って、麦町あ
南町に行ってから自転車で麦町に行って、そしてこの日の夜は、徳島市に戻ってきて泊まるという感じですね。